できる人こう。アナできるかな、アナ。アナ？うん。誰が？アナできるかな、アナ。アナ頭で？うん。今アナなんですけど。ね。それで行くんだよね。そうだよ。マジ？うん。これで行っていいじゃん。いいよね。選んできていい？うん？選んできていい？あ、ゴム？うん。こっち向いて。うん、こっち向いてよ。あー、なんだろう。この辺ってどうやってやったらいいんだ？巻き込みすぎ？どう思う？違うと思う。違うと思う？どこまでをさ、その、あれにしたらいいの？もう口でやったからいいじゃん。口。うん？口。口やったからいいの？うん。何を？ちょっと下の方にするわ。もうちょっと。そしたら、なんか綺麗だわ。あれだね、教えてもらったんだ。この間ね、みきちゃんに教えてもらったの。そうなんだ。フワが寝てる間、フワがまだ衣漏れ、え、日本にいる時まだ、うん、この間ディズニー行く前に、うん、ここ、あ、違う、ディズニー行く前じゃないな、うん、何の時だっけ、あ、ご飯食べに行く時だ。あ、でも、速攻みきちゃんが結び直しとったけどね。ここ？ここらへん？で、あの、あれ持ってきて。かわいい。自分の好きなやつ持ってきていいよ。いい。え、お父さんのさ、おすすめのお店でいい？ふわと一緒に行きたかったお店があるんだ。行ったことない。お父さんも行ったことない。え、行ったことないお店はフワ行くよ。はい、持っておいて。はい、これ、はい、かわいい。それにしようか。で、もう難しいの。だって大人はさ、うん、だって大人だからさ、大変だし、いろいろ。大人は大人だからいろいろ大変なの。うん。お父さん別に大人だけど、そんなに大変なことないよ。でもお仕事とかさ、僕たち一緒に遊びたいんですけど。はぁ、ミシちゃんの方が遊びたいけどさ、ミシちゃん。うん。ミちゃんの方が忙しそう。いろいろご飯とかいっぱい作ってくれてるし、うん、だからお父さんは、お父さんもだけどね、今日、今もう使ったからさ、うん、今日使った、作った。ああ、朝ごはんね、うん、あ、昼ごはんか。あ、そうだよ、美味しかった。あ、本当？うん、ありがとう。何してる？今日僕たち家でお留守番みたい。そうだよ。うん。ミートフワ。え、ふわふわは違うでしょ。ミートミキちゃんが。うん。歯医者さんにいる？違うけど。あの、家のなんか友達のバースデーパーティー。ミいいね、学校。うん？ミいいね、学校。学校？うん。なんで？だっていろいろバースデーパーティー今日だからさ、うん、うん、ふわお父さんとデートだよ。そうだよ、お父さん。うん？あのさ、みゆがどっか行ってる
時はさ、デートやろうよ。いいよ。いい。Okay. いつもね。うん。いつもではないけどさ。かわいい。OK。よし、じゃあ、うん、それで行くんだよね。